ここでは体操するときの椅子への正しい座り方について説明をします。まず椅子の少し前の方に座るようにしましょう。骨盤の下の方にある骨、座骨という骨の上で座ります。それでは両手をお尻の下に入れてみてください。体を小さく前後に動かしてみて、その手に骨の感触がありますか？そしてゆっくりと手を抜き取ってください。その骨の上に座った姿勢が正しい姿勢です。横から見るとこんな感じです。座骨の上に座った姿勢は背筋が伸びて頭がその上に乗っていますね。このような正しい姿勢で体操を行っていきましょう。それでは立った時の姿勢です。立った時の姿勢は骨盤の上に肩と頭が来るようにします。胸と背中が広く広がって楽に立つようにしましょう。横から見るとこんな感じです。骨盤の上に肩が乗って頭が乗っていますね。胸と背中が楽に広がって心地よく立てる、そんな正しい姿勢で皆さん体操を行っていきましょう。では歌を歌う時の正しい声の出し方について説明します。椅子に座る時は少し前の方に座るようにしましょう。姿勢を整えてしっかりと大きな口を開け、お腹から声を出すようにします。こんな感じです。あー、さあ皆さんもやってみましょう。あー、二つ目のポイントです。声を出そうとすると顎や頭が前に出がちです。声を出すときは頭の上もしくは後ろの方に声を出すつもりで行ってください。こんな感じです。あー、さあ皆さんもやってみましょう。あー、いかがですか？最後に歌を滑らかに歌うためのお口の体操をご紹介します。舌先を頬の内側にくっつけてください。そしてその舌先で円を描くように動かしてみましょう。反対側もやってみてください。皆さんできましたか？舌をリラックスさせることによって首周りや顎周りの筋肉がリラックスします。スムースに楽に歌が歌えますよ。ぜひ試してください。両手の指先を組んで、まずは手首をゆっくりとほぐしましょう。両手をお腹から横へ広げます。背中をぎゅっと縮めましょう。平泳ぎのように手を大きく回します。両手を上に大きく回して背伸びをします。
片足を2回ずつ前に押し出しましょう。腕を振って足踏みをします。両膝を開いて閉じましょう。リズミカルに膝を打ちます。足裏を撫でるように、肘を軽く後ろに引きます。ももの内側をしっかりと伸ばしましょう。両手をぼんぼりに見立てて腕を動かします。次は交互に行いましょう。両手で太ももを叩きます。大きく両手を回して胸の前で手を交差します。背筋をしっかりと伸ばして行います。肘の高さをキープしてください。最後はおひなさまのポーズです。呼吸をしっかりと行います。背筋を伸ばして体の芯を作りましょう。大きく手を回して胸の前で止めます。波をイメージして片手ずつ手をひらひらと動かします。頭の上で大きく手を回しましょう。両手を合わせて上にくねくねと登っていきます。最後はしっかりと伸ばして手を下ろしましょう。指先を目で追いかけていきます。体全体を使って大きく動かしましょう。しっかりと上に伸びて下ろします。
に踊るや鯉のぼり。タオルの両端をつかみます。片足を出して船を漕ぐように行いましょう。春が来た、春が来た、どこに。足を出しながら左右に振り上げます。に来たのにも来た。膝を交互に持ち上げます。タオルを肩の後ろとお腹の前に動かしましょう。大きくしっかりと手を伸ばしましょう。息を吐きながら行ってください。かかとを上げ下げしながら両手を広げて深呼吸です。柱の傷は一昨年の5月5日の。両手を広げて前にお辞儀をします。ちまき食べ食べにさんが測って。片足を蹴りながら腕を振ります。昨日比べりゃ何の。反対の足に変えましょう。やっと羽織の紐の丈柱にもたれ。つま先でしっかりとかかとを持ち上げます。山も背比べ。背筋を伸ばしてお腹に力を入れてください。顔出して天でに背伸びしていても。軽やかに腕を振りましょう。雪の腰を脱いでさえ。肘で脇を軽やかに叩きます。富士の山。手を打ちながら交互に膝に触れます。次は両手でももを叩いて肩に触れましょう。野にも山にも若葉が茂る。もう一度膝です。誰に見えるは茶摘みじゃないか。最後は肩です。茜だ好きに菅の傘。リズミカルに気持ちよく行います。呼吸をしっかりと行いましょう。つめよつめつめつまねばならぬ。つまにゃ日本の茶にならぬ。
肩を揺らして上半身をほぐします。片手を上げて脇を伸ばしましょう。かかとを左右に小さく振ります。斜めに手を広げて胸の前を伸ばします。顎の力を抜いて行いましょう。脇を伸ばすときに片足をしっかりと横に出します。指先を目で追いかけて胸の前を気持ちよく伸ばします。肩から指先に向かって軽く叩きます。肩から指先へ優しくさすります。ももの外側を軽く叩きます。手のひらで足を優しくなでましょう。優しく叩きます。指先までしっかりとさすります。ももの付け根から下まで叩きましょう。お尻の横を優しく撫でてください。お腹からしっかりと声を出しましょう。腕を伸ばして指の曲げ伸ばしです。頭の上の方に声を出しましょう。手のひらを上に向けて指の曲げ伸ばしです。背筋をしっかりと伸ばして声を出します。
グーとチョキでカタツムリを作ります。でんでんむしむしカタツムリ、手を入れ替えます。お前の頭は両手を合わせて上へ突き上げます。角出せやり出せ、両手を回して腰でポーズです。でんでんむしむしカタツムリ、しっかりと呼吸を行いましょう。どこにある角出せ、最後はお腹に力を入れます。でんでんむしむしカタツムリ、お前の頭はどこにある、角出せやり出せ頭出せ。額に手をかざして遠くの海を眺めましょう。両手でゆっくりと波をイメージしてすくい上げていきます。木が風になびくように手を入れ替えます。両手を大きく回して胸の前で合掌します。遠くの海を見るように手を水平に動かします。手首を柔らかく動かしましょう。腕の動きに負けないように背筋をしっかりと伸ばします。しっかりと息を吸って吐きましょう。体を左右に揺らしましょう。笹の葉さらさら、両手も左右に振ります。手のひらを交互に返しましょう。片手ずつ胸の前で合わせます。スムースに体を動かします。私が描いたお星様キラキラ、空から見てる。両手を回して脇を締めます。ドンとなった花びら綺麗だ。さらに大きく回して両手を横に伸ばします。片手ずつ肘を曲げましょう。お腹にしっかりと力を入れて、一度に変わって青い星、もう一度変わって金の星。花火をイメージして楽しく動きましょう。空いっぱいに広がった、しだれ柳が広がった。
椅子の上でお尻で歩きます。雨雨降れ降れ母さん、両手を上に上げて肘で脇を締めながら左右を向きます。しっかりとお尻を持ち上げましょう。後からゆこゆこ鐘が鳴る。息を吐きながら行います。リズミカルに楽しく動きましょう。柳の寝方で泣いている。ピッチピッチチャップチャップランランラン。母さん僕の腕をしっかりと振ります。目線も上に上げてみましょう。ピッチピッチチャップチャップランランラン。僕ならいいんだ母さんの大きな蛇の目に入ってく。ピッチピッチチャップチャップランランラン。片足を伸ばしながら腕を下からすくい上げます。夕焼け小焼けで日が暮れて、山のお寺の鐘が鳴る。両手を前後に振りましょう。大手手繋いで皆帰ろう。カラスの羽のように上下に動かします。指先までしっかりと伸ばします。息を吐きながら行ってください。肩周りをほぐすように、両肩を上下に動かします。耳に手を当てて体を倒します。両手で胸をさすりましょう。体を左右に倒します。両手を胸に置いてお辞儀をします。手を上に広げて最後は胸の前に戻します。体をひねりながら倒しましょう。息を吐きながら脇を伸ばしましょう。両手を胸の前で背中を丸めます。大きく息を吸って吐きながら手を下ろしましょう。さよならさよなら、ヤシの島
夕日をイメージして大きく手を上に上げます。木の葉が舞い散るように手を返しましょう。照る山もみじ恋も薄いも数あるな。片手ずつ円を描きましょう。夏を彩る楓やつた。遠くを見るように水平に腕を回します。大きく腕を動かして背筋を伸ばします。波に揺られて離れてよ。お腹にしっかり力を入れて遠くの山を見るように。色さまざまに息を吐きながら手を動かしましょう。腕を伸ばして虫の羽のように小さく動かします。腕を内外にひねりましょう。小さく腕を動かして両手を前に持ってきます。片手ずつ肘を曲げましょう。腕の動きに負けないようにしっかりとお腹を引き締めます。呼吸を忘れずにしっかりと息を吐きます。ウサギのように足踏みをしましょう。左右に体をひねります。大きく手を回してかかとでトントンと床を鳴らします。お腹にしっかりと力を入れます。背筋を伸ばしてかかとをリズミカルに動かしましょう。両手を胸の前で体を左右にひねります。両足を開いてお辞儀をしましょう。両手を下にしっかりと押します。ワイパーのように手を動かしましょう。どんぐりころころ喜んでしばらく一緒に遊んだが、やっぱり背筋をしっかりと伸ばします。泣いては土壌を困らせた。
両手で膝を叩きます。親指を立てて脇を締めます。月夜だみんな出てこいこいこい。お腹を叩くように手を交互に入れ替えましょう。手と足をしっかりと前に伸ばしましょう。お父さんに負けるな、こい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 、みんな出てこいこいこい、しょしょ少女時。かかとも一緒に動かします。つつ月夜に花盛り、おいらは浮かれてポンポコポンのポンポンポン。肩を前から回します。肘を曲げて円を描くように。両手を左右に振って軽く腰をポンポンと叩きます。息をしっかりと吐きながら行いましょう。肘を合わせるように動かします。体をひねってお尻を優しく叩きましょう。楽しいペチカ、ペチカ燃えろよ、お話ししましょう。火の粉パチパチ、跳ねろよペチカ。両手を組んでお祈りのポーズから始めます。両手をキラキラさせて指先をリラックスします。両手で胸を優しく下へ撫でていきます。赤ちゃんをあやすように左右に揺れます。手のひらを閉じたり開いたりしましょう。手首を柔らかく動かします。息をスムースに吐いていきます。優しい気持ちで左右に揺れましょう。片手にペットボトルを持って
腕を前後に振ります。肩を前から後ろへ回しましょう。反対の手も同じように行います。今度は少し大きな円を描いて動かします。八の字を描いて腕をひねります。一度手を前後に動かします。腕をぶら下げるようにしましょう。ペットボトルの重さを感じながら行います。タオルを首に巻いて両端を持ちましょう。両手で柏手を打ちます。頭を下げて初詣をイメージしてください。タオルの両端を引っ張り背筋を伸ばします。軽やかに腕を前後に振ります。タオルを引きながら片膝を持ち上げます。しっかりとバランスをとりましょう。お尻を突き出すイメージでお辞儀をしましょう。息を吐きながら行ってください。肘を軽く後ろに引きましょう。お腹に力を入れて背筋を伸ばして行います。豆まきのように胸の前から手を伸ばします。リズミカルに行います。両手をくるくる回します。大きく手を回して肘をしっかりと引きましょう。お腹に力を入れて背筋を伸ばします。気合を入れて肘を引きます。呼吸もリズミカルに行います。ノックをしながら片足で床を叩きます。